キャリオンプレゼンツファジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りします。キャリオンさん、今日もありがとうございます。はい、始まりました。この番組ファジアのニュースはですね、我々フロントスタッフのところから、まあ、目線からですね、今の、チームクラブの現状をお伝えしていく番組でございます。今日もお付き合いのほどよろしくお願いします。いや、始まりましたけども、今日はあれですね、映像チームの相方が宮崎に行ってるから、はい、はい、また違うメンバーが、メンバーで今収録を行ってますけども、情報はどうですか、入ってますか、映像チームから。もうしっかりとマニュアルをいただいてるんで、いつも通りに放送ができると思います。あ、そう、はい。じゃあ、あの宮崎の情報は、宮崎の情報、うん、宮崎の情報は本当にチームがいい状態だという話がいろんなところから聞こえてきますね。そうよね、キャンプレポートもさ、すごく充実してる映像が届いてるんやけども。そうですね、ね、やっぱ選手のコミュニケーションとかさ、すごくこう良さそうよね。そうです ね、なんか良さそうで、そうだね。だから新加入の選手も、まあ、すごくこうチームにフィットしてるような、あの気もしますし、はい、あと練習試合のね、得点なんかもやっぱり新加入の選手が、まあ、期待の、まあ、桜川ソロモン選手だったりとか、まあ、坂本龍一選手とか、まあ、川谷凪選手とか結構点取ってましたしね。新加入が活躍してますね。ね、これは楽しみですし、まあ、今日 の、 あのヘッドラインなんですけども、まあ、そういったあの宮崎キャンプのことをまあ主に、あのまずは届けていきたいと思いますが、今日のヘッドラインはこちらです。どうぞ。宮崎キャンプ選手カメラ映像、ホームゲームのチケットの販売が始まりますというところと、夢パスが夢チケに変わりますという、まあ、そんな、ご案内で届けていきたいと思います。まずは、もうこれはもう今日のファジアニュースのもうメイン中のメインやね。そうですね、はい。あの、まあ、1月22日から約2週間にわたってあの行っております宮崎チーム、あの宮崎キャンプ、あのなんですけども、まあ、キャンプのねレポート、まあ、ピッチ、まあ、主にピッチ内の様子はですね、キャンプレポートであの様子をですね、ご覧いただけてますので、まだあのそちらをですねチェックしてない方はそちらをご覧いただければと思うんですけども、まあ、そんな宮崎キャンプから、まあ、選手にカメラを渡して、まあ、選手が撮る選手の顔を、まあ、撮ってきてもらってますんで、まずはこちらの映像をご覧いただきたいと思います。どうぞ。じゃあ今回カメラを落とすのはこちらのメンバーです。行ってきます。ああ、はい、始まりました。こちらの岡山2023宮崎キャンプということでね、まずは新加入選手からいきましょうか。いってきます。失礼します。やばい、山田は死んでる。山田はメス、リサ、メス、急げ、リサ大丈夫か、山田、メス、メス全然脈がない。これで電車、3、2、1、3、2、1、あ、ラストはダウン、3、2、1、うわ、ん、うわ、新加入の山田です。桜川です。坂本です。よろしくお願いしますやるから誕生日やる一発芸やりますよ。誕生日やる落ち着けよ、お前。なんだ、お前年下だろ、お前。やりましょう。何やるんだ。ここ一発芸目やす。はい、怖いよ。できんだ。自己紹介から頼む。背番号と背番号と名前と。あ、それでやべ。よく最高あれですよ。こいつやりますよ。もうちょっと下がって。ファジアノのファンに向けてやけ。41番。え、撮ってる。うん。41番ウッドヒルダー。ダメ量です。は
消化会に向けて頑張ります。よろしくお願いします。無理ないないない、なんかなんか怖いんだけどこいつ。そら、ファジアーノの YouTube そら、自己紹介とか自己紹介です。ソロ自己紹介、ソロ俺ソロっす。今後20番ユアソロです、よろしくお願いします。そうですね、今年は長く試合に出て活躍できればいいかなと思ってます。ソロ君、それだけっすか。いや、ソロっす。コーヒー飲めるんや、まだ形超えてない。中学で飲んでたキス。いや、本当にあの最近そのコーヒーのこの苦味っていうんですか、うん、このもうコーヒーって多分知れば知るほど結構深いんですけど、うん、その深さをやっと知りました。深さのもう第一段階で、なんか歯黄色くなるとか。もうガチです。歯見して。そう、黄ばむんでしょ。え、マジで黄ばむ。え、でも歯磨いていいやん。いや、じゃあそういう話じゃない。え、そういう話じゃないの。そういう、多分そういう話じゃない、わかんない。同期同期。あんま仲良くないんで、映さないでしょ。本当にやめてください、本当にシビアなんで。いや、ピンポン。誰ですか。わからん。俺もほんまにわからん。本当にわかんないですか。本当にやばい人から。あ、やばい。お疲れっす。高井くん、お疲れっす。よかったー、高井くんで。高井くんで、よかったー。どうしたゲース、どうしたじゃないですか。カメラ一番得意なんですか。誰一番誰一番得意やん。あれじゃあ次は、今度は高井くんについてきてもらうや。3人で、3人で行こうよ。桃太郎みたいな感じ。そうそう。あ、いいね、いいね。お前だ、お前だ。お疲れっす。お疲れっす。お疲れっす。すいません、取りに来ました。一応関西なんで話合うかなと思って来たんですけど、うわ一番怖かった。はるかの第一印象どうだった。え、いや一番初めに密室で出てもらった人っす。練習して1日目に。いや、さすがに今チルの時ね。そうっす。高く何してんすか。ちょ、開けてください。回せるお前で。いや、俺も、うん、分かるでしょ、あの感じ。どうっすか。てか俺ほんまに回し役みたいな。いいよいいよいいよ。ハルタ君だってほら、カメラ回ったらこう照れて全然話さんの自分のキャラ出さへん。いつものあの強い感じ、ガンガン出てたのにカメラ回るともこれなんすよ。交代しなきゃ。お疲れ様です、ジンキさん。10分そうです。まあ10分から15分ぐらい。どうですか、宮崎キャンプ。宮崎キャンプ最高だね、みんな。みんながいい。みんなの元気が、特に先輩の元気がすごい。マジっすか。うん、ちょうだいちょうだい、もっとちょうだい。先場の魂がこもってる。先場の魂マジですか。もうワンプレーワンプレーに先場がやっぱりね頑張ってるのはすごい。いや近いな。ほんますか。なんかもうちょっとちょうだいよ、ネタ。早く言ってよ、ちょっとあげて、あげて。うん、ネタを。そうですね、もう最年長ですけど。はい、どうですか。去年はマット周平が宮君とお会いできたと思うんですけど、今年そうだね。まあ、あの本当に想像してなかったけど、自分自身が最年長っていうのは。でもまああんまり変わんないかなっていう。やること変わんないし、よくはるかも一人で悩んでるね。いっぱいちょっとね声かけてご飯連れてって連れて、連れてくれよ。一回しか断られてるからさ。もう誘わないかもしれない。いやいや、誘ったら断るし、もうちょっと悲しいかな。またちょっと誘ったら来て。あ、お願いします。ぜひ。ありがとうございます。じゃあ熱い抱擁で最後締めて。なんでやねん。お願いします。恥ずかしいだろ。ご飯行こう。行きましょう。あらー、失礼しました。お疲れっす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 。お疲れ。お疲れ。何してんの。YouTube っす。 YouTube? はい、クラブの。頑張ってください。面白くして引き出してね。引き出して。いやちょっといきなりちょっと難しいんで、明日でいいですか。ありがとうございます。調子はどうですか、マスター。日本語は分からない。どうですか、宮崎は。宮崎、yeah。
グッド。寒い。もうめっちゃ。めっちゃ寒い。好きな日本語は何ですか？好き。チョン、イルボの。もうよ。あ、チョワネルボの。チョワカネイルボの。もうよ。ビード。さすが。はい、宮崎キャンプの、まあ、選手にカメラを渡してどうなるかというような、映像をご覧いただきましたけども、またやっぱりこう全然違う新鮮な映像でしたね。そうですね、うん、僕的なやっぱツボは井川選手のソロって言われて、いや俺ソロやからっていう、もうあのタイミング、まソロ、いや俺ソロやからっていう、あのいいですね、キャラがこう仕上がってきてるような気もするし、まああいうやっぱいじられ方というか、ね、やっぱこうすごくあの受け入れられるキャラクターだよなっていうのがこう分かりますよね。あの新体制発表会の時にもさ、あの井川選手、その大学の後輩からも、まあ、唯一自分だけ名前許されるって言ってるじゃない、うん、それがこうもろに出てるようなあの気もしたし、ソロって言われて、ソロやからっていうあのね、あれ面白かったね。この絡みがなんか磨きがかかり始めて、うん、なんかより良くなってますね。そうよね。確かに。あとやっぱり川谷選手とかやっぱよく喋ってたね、また。まあ、新加入選手の主にですね、新加入選手 の、まあ、あのホテルでの、まあ、様子とかを、皆さんにご覧いただきましたけども、まあ、あの現地のですね、まあ、スタッフの情報としては、やっぱ食事とかもあのスタッフ一緒に共にしてるみたいなんで、あのバイス選手はあののり玉、多分ふりかけでしょうね、のり玉が好きっていうことがあの分かったっていうのがあの報告として受けてますんで、まあ、ご飯と一緒にのり玉かけて、まあ、バイス選手はご飯を食べてるというところですね、はい、あのそういうことが分かったと、いうことでございます。あのチームは2月4日にキャンプを終えて、まあ、岡山に帰ってくる予定ですので、まあ、これ配信が2月3日やから、まあ、2月4日にキャンプを終えて、まあ、岡山に帰ってくるというところで、本当に、まあ、準備期間、開幕までもうあと本当もう少しになってきましたけども、まあ、この辺りですね、しっかり、宮崎キャンプいい形で終えて岡山に帰ってきてほしいなというふうに思います。はい、続いてですが、いよいよチケットが、発売になります。ホーム開幕戦を含む、2月26日、清水戦、そして3月12日金沢戦のチケットが、まあ、早い方は、まあ、明日2月4日から始まりますね。これはね、ファンクラブ会員の方は明日2月4日、まあ、その他一般販売は2月5日から、それぞれ11時オンラインのファジチケ、精神庁のファジスクエアで販売となりますので、ぜひお買い求めをいただければと思います。まずやっぱ清水がさ、これは権田選手、まあ、カタールワールドカップの日本代表ゴールキーパーですよ。そしてチアゴ・サンタナ選手、去年 J1 で得点王ですよ。そしてかつ乾選手、去年アジア練習生として来てくれた乾選手がいる清水エスパルスがいきなりホーム開幕になってきますから、その前にね、2月の18日我々ジュビロ磐田さんとの、ね、アウェイ開幕があって、2戦連続昨年まで J1 にいたクラブと、しかもサッカー王国静岡ですよ。楽しみやしさ、もう純粋にさ、サッカーやってた、まあちょっとかじってた我々からすると、シンプルに権田選手とか見たいよね。だってお前先月、まあ、先々月ワールドカップ出てたんやからドイツ戦マンオブザマッチですね。え、ドイツ戦、スペイン戦、そして、まあ、最後クロアチア戦もずっと出てたゴールキーパーがさ、岡山来るんですよ。でかつもうこれイベントはあのね、あの出てるからいいけど、ウエストランドも来るから、すごいよこれ。まず2月26日清水戦、
ホーム開幕戦でね、初めて満員っていうことでクラブとして歌ってますし、またね、あの先日報道でもありましたように、マスクを着用していればもう声出しが全席で可能になりましたので、ほんと少しずつなんですけど、コロナ前に戻ってきているなっていうのはことも感じますしね。まず2月26日清水戦、ホーム開幕戦満員として、だから君はね、だからどちらかというと、もうこのチケット業務があるから宮崎行けへんかったらね。そうですね、本当は行きたかったけど、映像チームとしてね、はい、行きたかったけど、やっぱこのチケット対応があるから、残念ながら行けれなかったっていうのもあるんで、まあもうこのね、2月以上の清水戦、まずは本当にもうホーム神戦満員で、まあ、ポンチョももらえますし、はい、はい、あ、ポンチョちゃん、ね、ブランケットもらえるし、ブランケットもらえて、ウエストランド見れて、で権田選手見れて、で新しい今年のチーム新戦力のメンバーがもう今めちゃくちゃ調子いいですからね。このキャンプレポートに分かるように、ここはもう楽しみにして、皆さんぜひスタジアムにお集まりいただければというふうに思います。そして、これまたホームゲームの関連のお知らせですけども、まあ、パジャロ会までは、JFL 時代から、スポンサー様、まあ、スポンサー企業がですね、小学生の子供の、目様のですね、チケット代をですね、負担してください、夢パスっていうのを発行していたんですけども、これがですね、2023シーズンより、夢パスではなくて、夢チケというふうにですね、少し変更になっております。まあ、変更点は、これまで発行していただくパス形式ではなく、入場には事前にチケットを申し込んでいただき、 QR チケットでご入場いただくという形になりますので、小学生が A 自由席、バック自由席にて無料観戦できることはこれまでと変わっていませんので、申し込み方法と概要欄はですね、クラブのホームページに記載されておりますので、まずはこちらをご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。いやー、このあたりだから夢パスが夢チケに変わるということですけども、これやっぱり知らない人も多いと思うんですけど、まあ、いろんなクラブでこういった、まあ、夢パスとか、まあ、小学生とか、まあ、スポンサー様がですね、観戦チケットを肩代わりして観戦できるっていうような、まあ、スポンサー枠を設けてるんですけども、これは夢パスっていうのは実は岡山が初めて J リーグクラブの中で行った、これスポンサー様のアクティビティになるんですよね。ね、からもうこれは本当に子どもたちの夢よというクラブ理念を、まあ、具現化した本当にこの夢パスというものに、まあ多くの協賛者様がですね、ご協賛いただいて、これまで、多くの子どもたちが夢パスを持ってスタジオに来てくれると、まあ、いわゆるね、本当に今の、ジュニアの子たち、そしてトップに上がってきた、まあ、佐野選手なんかも小学生の時にパジャマで試合見たっていう風に言ってましたし、そういった夢パスを持って、まあ、スタジアムに集まってくれた子どもたちが今いろんな形で活躍してますから、ね、まあ、そういった子どもたちを一人でも多く我々もスタジアムに遊びに来ていただければという風に思いますし、夢パスから夢チケに変わっても趣旨とは変わっておりませんので、ぜひ皆さん夢チケを使ってですね、試合に遊びに来ていただければという風に思いますので、よろしくお願いします。さあ、前回もコメントをたくさんいただきましてありがとうございました。一応ですがご紹介したいと思います。これは YW64 ユウさん、シーズン終盤にてシースターでシャーレを掲げ、今年こそはオールオープンで絶対勝利を成し遂げましょう。これはダジアさんというのかな、ダジアさんアンダーバーノーさん、絶対 J2 優勝ということで、そうですね、このあたりもうあれなんですよ、昇格っていうことも当然大事なんですけども、やっぱり今年はこの J2 の頂き、 J2 の優勝っていうことをですね、皆さん合言葉にしてやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもチームの後押しをしていただければと思います。今回のパジャニュースはここまででございます。ご感想などコメント欄へぜひご記入をいただければと思います。またこちらパジアの YouTube チャンネルも登録よろしくお願いします。キャリオンプレゼンツ、アジアのニュースは株式会社キャリオンの提供でお送りしました。キャリオンさん、今日もありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。